のように予想を裏切られるのもなかなか面白かったです。 EQ フィルカードの発行方式が変わるとのことですが、これからもどうぞよろしくお願いしますとお寄せくださいました、はい、茨城県つくば市の大学生リスナー竹内さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。竹内さん、さすが大学のアマチュア無線クラブに所属されておられるということでね、そのクラブの受信機とアンテナ類、まあちょっと私はそれがどういうものなのかよくわかんない、まあ画像を見るとね、かなりわあこれすごそうだな、高そうだなっていうのはわかるんですけれどね、まあいつもとは聞こえ方全然違ったかもしれませんよね。お住まいお引っ越しされたということですね。少し落ち着かれた頃でしょうかね。お勉強もしっかり頑張ってくださいね。次の方は長野県安曇野市の相馬さんです。受信機はサンジアン ATS606A、 アンテナはアペックスラジオ 303WA の2 5m ハイを使用されて、進歩評価で55343とのことでした。ちなみに受信時間は21時43分から21時46分 JSP でした。3分間の受信でした区の役員会計を仰せつかり、昨年の状況を見ていたら時間が過ぎてしまいました。 EQSL 発行が月1になってもメールの量には変化はないと思いますよ。私も聞いていても聞かなくても何かしらお送りしようと思っていますからなるべく今回は聞きませんでしたとならないようにしますね、はい、FM 補完放送の方ですが新曲増にはなっていません。90.2MHz から 94.4MHz まで、その前後は未確認某国の日本語放送が聞こえています。ワイド FM 開始前にも AM の海外局混信を避けるために FM で放送していた局もあったのですが、 FM にも進出してきています。もしかしてお化けとお寄せくださいました、はい、長野県安曇野市の相馬さん、どうもありがとうございました。相馬さん、どうもありがとうございました。3分間のご報告でも私ちゃんと受信確認させていただきました。3分間ですよ。3分間何さん1枚は嫌ですから ね、 ね、まあ、FM の上の方に近隣国からの日本語放送が聞こえているということ、うん、私試してみましたが聞こえませんでした、はい、それで思い出したんですけれどもね、日本の秋だったかな、うん、9月ぐらいだったと思うんですけれども、はい、埼玉県の森井さんからのお便りにね、こんな一文があったのでね、ちょっとお読みしたいと思いますね。本編長、これって FM でも実践しますね、多分。イースト時に 7600GR に 303WA の2をつなげると、いろいろな周波数で、首都圏 MW、周波数ね、と思われる曲が入管し、一瞬、何事だと色めき出すことがありました。かっこ笑いとのことでした。森井さん、情報のご提供どうもありがとうございました。ありがとうございました。本編長の可能性も含めて、うん、相馬さんのお化け騒動をどなたか解明できる方はいらっしゃるでしょうか。お待ちしております。よろしくお願いします。この後も無線愛好家でもある ECL ラジオ友達のお便りが続くんですけれども、次の方は兵庫県宝塚市の田中さんです。受信機は三菱 JP の 505 G ガム 505 地上高 15m ハイロングワイヤーアンテナプラスアンテナカプラーを使用されて、進歩評価で54444とのことでした。4月の新年度最初の放送、大変良好に拝聴できました。出力も 200kW になり、 QSB フェージングなどが少なくなったように感じます。お空の電波状態もあと1ヶ月ぐらいすると、短波帯の高い周波数から VHF 帯くらいにかけて e スポシーズンインになりますね。 FM 放送などの DX 受信も楽しめる時期がやってきます。今日は GAM505 で ACL でした。以前の番組で日本短波放送で放送されていたハロー GAM の最終回の放送など紹介されてましたね。まだまだ使える良いラジオですと
画像とともにお寄せくださいました、はい、兵庫県宝塚市の田中さん、どうもありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。田中さんもウーストハッセイを心待ちにされているがやつですよね。毎回異なるラジオ受信機でのご報告が続いてきた田中さんですが、はい、一体何枚お持ちなんでしょうね。今回の GDAM505 のホームページスライドショーに掲載させていただきました。さて今夜最後の方になりますね。この方は東京都中野区の豊里さんです。受信機は自作994バンド高位置中3受信機、使用空中線は6メーター超7メガサイクル短縮ワイヤーアンテナを使用。